ざいまーす。コンプレックスレポーターの矢島彩斗です。今日は付き合ったきっかけは相談してるうちに仲良くなってみたいなこと聞きますよね。なのでこんな質問を用意しました。17歳学生です。17歳高校生。自分の見た目についてとか髪型とか服装とか。男性にそういった質問したことはあります？あんまないです。自分がどう思われてるか。15歳の中3です。15歳の中3です。笑い方が大きいとはどう思いますか？それは何か言われたりします？もうちょっと女の子らしく笑いなよとか。髪質が悪いんですよ。髪質が悪い女子はどうかなって。女性の髪質を男子は気にするかどうか。はい。20歳です。大学生です。20歳です。大学生です。恋愛相談。好きな人できたけどどうしたらいいかみたいな。そのアドバイスは参考にします？します。はい。恋愛相談で どこ行けばいいかなとか、気をつけた方がいい仕草とか言動とか。仮に私のことが本当は好きだったんだけど違う女の子に行っちゃった時に、どうして自分のことを嫌いになったのか、そこを嫌いになった理由を聞きたいなって、相談したいなって思っちゃいます。まあ、年収1000万、1000万プレイヤーになるにはどうしてるんですか？皆さん、世の男性は1000万プレイヤーになる努力はされてるんですか？果たしてどうしたらお金をそんなに稼いでるのかっていう方法を、よかったらひなもりやっこ Twitter やってるので DM で稼げる方法あったら教えてください。ちょっと体を売らない方法以外で、風俗以外でよかったら教えてください。どういう子が好きなのかまず気になる。可愛い子っていうのは分かるけど、可愛い以外に何がいいのって思っちゃう。具体的に教えてほしいです。多分何でもいいからとりあえず話を聞いてほしい。今日こんなことがあったとか、ただ単に聞いてオチがない話こそ聞いてほしい。はい。遺伝子レベルで押されたい人生だった。せーの、幻カレンジーです。よろしくお願いします。お願いします。幻カレンジー、来年1月2日に渋谷オーイーストさんでワンマンライブがあります。イエーイ。動画の下のコメント欄や僕のツイッターなどに聞いてほしい質問などリクエストお待ちしております。よろしくお願いします。